アフガニスタンで混沌とした状況が続く中、ある元アフガン交換が話題となっています。元大臣は退任後、ドイツで自転車配達員として働き始めました。オレンジ色のユニフォームを着て自転車に乗るこの配達員は、ドイツのライプチヒチで夕方からのシフトに備えています。以前彼はアフガニスタンで通信大臣を務めていました。 以前私は人民に使える大臣でしたが今はリーフェランドの配達員として食事の宅配サービスをしています人々に使えるという点では今も前と同じです今年49歳で IT と電気通信技術の学位を有する佐田俊は昨年9月にドイツへ移住しましたしかしドイツ語が話せないため IT 通信関連の仕事に就くチャンスはほとんどありませんでした 私は汚職大臣となって数百万ドルも稼いでここやドバイにビルやホテルを買ったりして働く必要もなかったかもしれませんだが私は心が平安で罪の意識に苛まれることもありません私はこれを誇りに思っていますタリバンがアフガニスタン政権を制圧した後アフガン人は亡命を求めてドイツに逃げ始めました アフガン人はもうこれ以上戦争したくないのだと元大臣は言います。アフガンの人々は戦争にも軍隊にもうんざりしています20年間も彼らは国際社会と共にこの終わりなき戦争を戦ってきましたサダト氏は2018年に退任するまで2年間アフガニスタン政府で働いていました NTD ジャパンがお伝えしました